はじめまして、小豆島の小豆島町の曽合和夫でございます。どうぞよろしくお願いします。今日は私のオリーブ園で、今撮影していただいております。この木は、品種はミッション、樹形は非常に綺麗な木でございます。葉の裏が銀色に輝く、また油の成分も非常にたくさん含有率があります。子供を育てるように愛情を注げば注ぐほどいい木ができます。 手を抜けば手を抜いたようにできますので、心を込めて育てていただいたら、このように今たくさんの花芽がついております。この花芽は全部オリーブの将来実になっていくわけなんですけれど、オリーブは今太陽がさんさんと照ってる日当たりのいいところを好みます。日陰、それから木の陰なんかですと育ちが悪くなります。それから剪定はいくら失敗しても切ってもまた新しい芽が吹いてきますので、思い切って切り込んでも大丈夫です。それからこういうふうに枝が密集しているところは切ってあげた方がよろしいです。風通しが良く、日当たりが良くなるほど、このような花芽がよくつきます。枝がたくさん出ると実つき花つきが悪くなりますので、